はい、どうも皆さんこんにちは、ララマオです。今回は世界初のスマートライト、多彩に光るかっこいいイヤホン HHOGIN G-POTS を紹介します。光の組み合わせはなんと30万通りで、様々なカラーに光らせることができるし、聴いている音楽のリズムに合わせて光らせることもできます。さらにはこのような様々なシェルが用意されており、気分に合わせて交換して楽しむこともできます。かなり個性的でね、トレンディーな完全ワイヤレスイヤホンなんですが、特に僕がいいなと思った、紹介する価値があるなと思ったのが、機能性もしっかりしてるんですよね。ノイズキャンセリングも搭載されているし、アプリで音質を好みに変更できます。操作内容もカスタマイズできるから使いやすいように設定できます。ただね、このこういう風に光るイヤホンというだけではなく、日常的にね使いやすいように多機能になっているのがポイントです。ファッションにね合わせたり、個性を出したい方におすすめです。では詳しくご紹介していく前に、これからもイヤホンの紹介をしていくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。パッケージを開けるとこんな感じになっています。 G-POTS 本体とシェルが4つ入った G-POTS プレミアムセットを今回紹介します。その他にも G-POTS のみやシェルだけを購入することもできるので、好みで選んでみてください。ではイヤホン本体のパッケージを開けるとこんな感じになっています。付属品から見ていきましょう。充電用の USB ケーブルはタイプ C になっています。イヤーピースは4サイズ付属、軸が分厚いのでしっかりとしたフィット感になっています。ケースはこのようなマットブラックになっています。手のひらに乗せるとこんな感じで、そこまでね大きくはないんですけど、やっぱり高さもあるし横幅もあるので大きめには感じますね。でもこの横から見ると分かりますが、蓋が湾曲していて手に馴染むような工夫はされています。蓋を開けるとこんな感じになっています。ちょっとこれ緑色に光りましたね。指が入るスペースがあるので、しっかりつまんで取り出すことができ、取り出しやすさは問題ないですね。そして反対側に充電用の USB Type-C の端子が搭載しています。イヤホン本体はこんな感じでスティックタイプのデザインです。何も光ってないとこれ白っぽく見えますね。少し大きめで厚みもあるように感じます。ではアプリで光る色を変えてみましょう。このようにテーマが用意されているので、選ぶだけで色を変更できます。様々なねテーマがあるので、その日の気分で色を変えられますね。そして光るパターンを4種類から選べて、リップルは聴いている音楽のリズムに合わせて両端に光が流れます。パルスもリズムに合わせて下から上に光が流れます。点灯は音楽のリズムに関係なく常に光って、ブレスもですね、音楽のリズムに関係なくブレスのように光ります。またですね、この光の強さも好みに調整できます。それからこのようなシェルもつけることができます。上からかぶせて簡単に取り付け可能です。シェルをつけてみるとかなり印象が変わりますね。このようなですね、文字の入ったシェルもあるし、あとしましま模様のようなシェルもあります。でこれがゼブラ柄のようなシェルもあります。実際に装着してみるとこんな感じです。今はねこれ多彩な夢っていうグリーンのテーマを使ってますが、まあこういう空の上とか、もうこれはちょっとこうオレンジっぽいテーマですね。あとはこの銀河系とか、そういうのを選ぶこともできます。あとこの右上のこのマークをタップしてカラーのカスタマイズにすると、このようにかなり細かくねカラーを選べます。6段でカラーを選択できるので、まあこのようにこの別々のカラーをですね、全てこうやって割り当てることもできちゃうんですね。そうするとこんな感じ、すごくこの色鮮やかなデザインにすることもできて、かなりこれ自由度高く自分好みのカラーに設定できます。ここがすごいですよね。ここまでこの自由度の高いこの光るイヤホンはね、今まで紹介したことないですよね。あとはこの写真を使ってカラーを抽出というのもあります。じゃあ試しにこの桜のね写真を使ってみましょう。こんな感じでプレビュー、おー、こんな感じのカラーになりました。ちょっともうちょっと明るさ暗くした方がわかるか、少しこの明るさを暗くしますけども、こんな感じの色になります。あとはこの間芝桜見に行ったので、その写真も使ってみましょう。そうするとこんな感じです。ちゃんと芝桜の色になってますね。すごい。で適用するとこんな感じですね。だからこの自分のこの思い出の写真の色を設定することが可能ということですね。じゃあこれで試しにちょっとこのシェルをつけてみますと、こんな感じですね。これはちょっとこの骸骨っぽいシェルになってます。で一応これシェルもですね、これ購入することができて、例えば桜なんかもこれいいですよね。女性にも好まれそうなデザインになっています。あとはストリートなんていうのもありますね。
あとはこのカスタムシェル、自分でね好みのねデザインに設定することができて、例えばこんな感じでまあ名前を入れることができたりとか、まあ色を変更することもできたりします。あとはデモとか見るとこんな感じで自分でこうやって、ね、デザインすることできるみたいですね。なのでかなりねオリジナル感を出せる、というかもうこの世界で一つだけのこのねイヤホンを作ることができるということですよね。そしてサウンドで、まあ、ノイキャンや外音取り込み機能のですね切り替えもすることできます。いつも10段階でノイキャンの強さを表現してますが、10段階だと6点ですね。まあそこまで強力とは言えませんが、パソコンのファンの音や空調の音は聞こえなくなります。ホワイトノイズも聞こえないし、圧迫感もほぼないので、まあ、強力というよりかは使い心地を優先したようなノイキャンですね。ノイキャン特有のこの圧迫感が苦手という方もいらっしゃると思うので、そういう方でもね心地よく使えるノイキャンだと思います。それから外音取り込み機能も10段階で表現すると7点です。周りの音はねしっかりと聞こえるので実用的ですが、自分の声がね少しこもって聞こえるので会話はしにくいですね。音質もですねプリセットを選ぶだけで好みに変更することできます。バランスのいいね音質と、これボイス、ボーカルを聞きやすくするプリセット、あと低音強調と高音強調の4つのプリセットが用意されています。ただねこれ自分でパラメータを操作して好みの音質にね設定することはできないみたいですね。またね操作内容を好みにカスタマイズできます。このようにですね側面のちょっと内側にセンサーが搭載されているので、つまむようにしてタップします。まあ、よくあるねこの正面にセンサーがあるよりも親指でこうやって支えつつつまむようにタップすることができるので操作しやすいですね。ダブルタップ、トリプルタップで1回タップして2回目を長押しするタップ&ホールドを変更することができます。まあ、このようにですね候補の中からね選ぶことができるんですが、音量の操作はねこれタップではできないみたいですね。で面白いのはこのライトのですねオンオフをね設定することもできて、今これ左側のねタップ&ホールドをライトのオンオフにしてるので、1回こうタップしてからもう1回ねタップして長押しするとこのようにライトオフにすることもできちゃいます。光らせたくないときはタップでねすぐにオフにすることできるし、また光らせたいなと思ったらねこうやってタップすることでライトですねオンにすることもできるので、好みで変更することできますね。あとはこの G-POTS を探すというのが、まあ、なくしたときに見つけやすくする機能ですね。タップして G-POTS を光らせるっていうのをねやると、まあ、このように激しくこの点灯してどこに G-POTS があるのか見つけやすくしてくれます。でブザーを鳴らすを押すと、こんな感じで光らせつつかなりね大きな音で知らせてくれるので、なくしても見つけやすいですね。あとこれセンサーも搭載しているので、まあ、装着を検出して自動で再生一時停止もできるし、あとねこれ通話のカラーカスタマイズっていうのもあるんですよ。こんな感じで通話時の光る色をこれ選ぶこともこれできるんですよね面白いですよね。ちょっとこの薄めのこれぐらいのブルーにしようかな。じゃあそれから通話音質を確認していきます。これがですね HHOG G-POTS で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。ちゃんとこれ青く光ってますね。ここにねパソコンがあるんですけども結構ファン回ってます。でもほとんど聞こえないんじゃないかと思います。今結構うるさく回ってますね。音声の感じはどうでしょうか。それから音質についてですが、想像以上にね本格的でかなりねフラットな音質です。低音から高音までバランスいいですし、抑揚もありすぎずモニターライクな表現で想像よりおとなしい印象ですね。なんかまあこれだけ光ってるんでドンシャリでね低音がすごく強いんじゃないかっていう風に勝手に思ってたけど、意外とねこれオールジャンルで楽しめる万能な音質です。低音は EDM を楽しめるレベルの重たさがありつつも、このボワーっとしたね嫌な膨らみもなくちょうどいい塩梅になってますね。まあフラットよりもちょっと量が多いかなっていう程度ですね。結構柔らかめでゆったりとした感じもあって、ジャズもね気持ちよく楽しめるちょうどいい質感ですね。ボーカルも極端にね前に出てくることなくちょうどいい位置に定位します。まあもう少し前に出てきてもいいんじゃないかなっていうくらいなので、まあ、ここがやっぱりこのモニターライクに感じるくらい自然だなと思う部分ですね。抑揚もねこれありすぎないので、ボーカルが極端に前に出てこないし結構おとなしく正確なバランスに感じます。高音もね刺激の少ない柔らかい音で、シンバルもねきらびやかすぎないし、まあ、どちらかっていうとちょっとおとなしい印象はあるかもしれないですね。まあ違和感の少ない自然な音質です。なので想像以上にこれフラットで本格的な音ですね。まあ極端にこのジャンルと相性がいいとかはなくて、どの音源でもこの万能に鳴らせる自然なバランスと言えますね。ただね、まあちょっと味気ない感じもあるので、イコライザーで音を変えてね、楽しむのもいいんじゃないかなと思います。それから微妙だなと思った部分ですが、再生時間が短いところ。
やっぱりね、これ光るんで、再生時間は少し短くなっちゃいますね。再生時間がですね、最大5時間、ケース込みで最大25時間再生できますが、これはまあノイキャンとライトもオフで、まあ最も再生できるね、再生時間です。ノイキャンとライトをオンにすると最大これ3時間再生できるので、まあ実際使っててもちょっと短いかなっていう感じはしますね。まあでもこれタップソーターでね、ライトもこれオフにすることできますから、光らせたい時だけ自分でオンオフするのがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、30万通りで様々な色に光らせることができるし、このようにシェルもあるので、しっかりとね、個性の出せるイヤホンですよね。ファッションに合わせて楽しむこともできます。ここまで多彩に光ることのできるイヤホンって紹介してこなかったので、こういうの待ってたっていう方もいるかと思います。あとこのゲーミングデバイスが好きな方もこういう光るイヤホン好きなんじゃないかなと思いましたね。気になった方は下にリンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。それではどうもありがとうございました。ダラマオでした。